レナのやつどこに行っちゃったんだ。富武さん。あれみんなははぐれちゃって。どうだった圭一君、お祭りは楽しめた？まあそう。誰だっけこの人。これであなたも雛見沢の人間になれたんじゃないかしら。どうなんでしょうね、まだ俺の知らないこといっぱいあるみたいだし。雛見沢のことでかい？例えばダム工事のこととか。雛見沢が水没するとかって大事件だったんですよね。ダムの計画が始まったのは 7,8 年くらい前かな。この雛見沢からずっと上流のあたりまでが全部沈むことになったらしい。そんな大規模な。当然反対運動が起こった。裁判にもなったし、それに絡むいろいろな不祥事や汚職も発覚してね。ややこしいことになっているうちに工事中止が決まったんだそうだよ。あのバラバラ殺人ってありましたよね。